リバティはジープブランドで販売される SUV で、アメリカ国外では、チェロキーとして販売されている。パトリオットが発売されるまでは、4ドアモデルでは、最小のジープ車であった。2001年に、北米での XJ チェロキーの後継車として発売。コンセプトカーのジープスターとダカールをもとに、デザインされた。エンジンは、V 型6気筒 3.7L パワーテックエンジンが、 搭載され、2006年モデルからは、直列4気筒 2.4L パワーテックエンジンが、搭載された。また、2005年、2006年モデルには VM も、通り性の R428DOHC、直列4気筒 2.8L、コモンディエルターボディーゼルエンジンも搭載された。北米では、ディーゼル乗用車はあまり馴染みがないが、試験的に導入された。 ディーゼルモデルは販売開始1年で1万台を売り上げ、販売予想台数を大幅に上回った。しかし、2007年にはアメリカのディーゼル排出基準が強化され、VM も通り製のエンジンが適合できなかったため、ディーゼルモデルの販売は中止された。また、欧州市場向けの輸出車両には、2.5L コモンレールディーゼルエンジンを搭載した商用車が存在し、 リアドアにはガラスが設置されておらず、また、後部座席部分は平らな過室となっている。トランスミッションは、42ル4足、オートマチックトランスミッションに、ニューベンチャーギア製の NV1500 及び、NV3505 足、マニュアルトランスミッションと、NSG376 足、マニュアルトランスミッションが組み合わせられる。また、コモンレールディーゼルエンジン搭載車には、 メルセデスベンツ製の W5A4005 速トランスミッションが組み合わされた。駆動方式は四輪駆動でパートタイムコマンドトラック 4WD とフルタイムセレックトラック 4WD の2種類が用意された。2001年10月13日には日本での販売を開始。生産はアメリカのほかエジプト市場向けにアラブアメリカンビークルズ社によって製造され。 ベネズエラ市場向けにバレンシアで製造されている。2007年のニューヨーク国際オートショーで発表され、2008年にフルモデルチェンジをして発売。KK ジーププラットフォームをベースに、ダッチナイトロとジープチェロキー KK が開発される。パトリオット及びコンパスが発売されたため、ガソリンエンジンでは直列4気筒が廃止され、V 型6気筒 3.7L パワーテックエンジンのみ、 ディーゼルは VM も、通り性の直列4気筒 A428DOHC が搭載された。北米向けのディーゼルエンジンは、排出基準に適合していないため、用意されていない。また、トランスミッションは4足オートマチックトランスミッション、および6足マニュアルトランスミッションが組み合わせられる。日本では、2008年6月7日に 3.7L のみが発売された。また、 2009年モデルからは、6速、マニュアルトランスミッションは廃止され、5車軸シャフトや、ステアリングギアバルブ、アンチロールバー、ブレーキキャリパーなどが改良された。KK は、エレクトロニックスタビリティプログラム、エレクトロニックロールミティゲーション、ABS との組み合わせにより、早期危険回避、滑りやすい路面での安定したブレーキ性能を維持する。 エレクトロニックブレーキホースディストリビューションを標準装備。オフロードではセレクトラック2アクティブフルタイム44によりあらゆる状況下でのトラクション調整を行いトラクションを得られない状況下で最もグリップの得られているホイールに瞬時にトルクを伝達する。ヒルスタートアシストは上り坂での発進時にブレーキペガルから足を離しても車両が後方へ下がるのを一時的に防止する。 ヒルディセントコントロールは、急な下り坂での44ローモードを自動制御、アクセルペダルもブレーキペダルも踏むことなく、スムーズに坂道を下ることができる。2010年モデルは、スピードメーター下のエコランプが、エコドライブ時に点灯する。2012年8月8日、同月16日をもって、オハイオ州、トレド工場での生産を終了することを発表。38年の歴史に幕を下ろす。 なお、2013年には、同工場生産による後継モデルが登場。後継モデル名は、リバティの前身である、チェロキーに回帰し、メカニズムはダッチダートを元とした FF ベースの、クロスオーバー SUV に転身する。ありがとうございます。